はい、ということで今週も始まりました。ハイジのダラダラジオ。ちょっと今日は宿泊先のホテルなので少し声のトーンを落として喋っておりますがいつもと耳にね皆さんが届いてる感じが違ったらすいません。そういった事情だと思ってお付き合いください。で今週はですね、私がラジオが好きな理由をこの前ユーザーの方に聞かれまして、なんで確かに話したことなかったかもしれないなと思ってちょっと今週は自分語りをお付き合いいただけたらなと思います。このね今聞いてくださってるハイジのダラダラジオも YouTube って映像コンテンツなのにラジオかいっていう感じじゃないですか。でちなみにこのダラダラジオねもうかなりの回数やってますが、実は2013年からやってるそうです。そうですっていうのはさっき調べてきたんですけど、だいぶ前からやっていて、でなぜ始めたかっていうのは、いろんな、理由があるんですけど、もともとラジオが私好きだったんです。てか影響を受けたのは母親なんですけど、うち母親が結構ラジオが好きで、もともと私群馬県に住む前に埼玉県に住んでたんですよ。でその時に埼玉県で NAC5 っていう 79.5 っていうチャンネルがすごく有名 でそこの NAC5 のチャンネルをよく母親がね聞いてて、で私も NAC5 をよく聞いてて、群馬に引っ越してからも私群馬の県の南なので入るんですよ。 NAC5 聞けるの でよく聞いてたんですよね。でそれが学生時代で、大学とか入ってからはちょっと離れちゃって少しで、社会人になって最初は営業マンやってたんですけど、営業マンって車の移動が多いのでそこでラジオをまた聞くようになったんですよね。でそこからちょっと今はねあんまり聞く回数が少し減っちゃいましたけど、結構ラジオが好きで、聞くことが多いっていう、その好きになった理由はそんなとこなんです。でね、なんでラジオが好きかっていうと、もともとは、母親の影響はありますけど、そのね一番ラジオっていいなって心から思った理由付けができたのは実は社会人になってからなんですよ。営業マンになってからで、私やっぱ営業ってピンポンをして喋る仕事じゃないですか。だから表情とかでもちろんねいろんな例えば身振り手振りボディーランゲージをつけてお客様にいろいろ話を聞いていただくっていうことももちろんあるんですけど、それ以上に声、何を喋るかでどうやって喋るかっていうのがすごく大事なんです。でやっぱりラジオって当然声だけの勝負というか世界なので、喋り方とか声のコントロールのプロだと思ってるんです。これは声優さんとかももちろんそうだと思うんですけど、ちょっと能力的に違うと思っていて、でなので特にラジオパーソナリティの方で、私よく聞いてたチャンネルの一つに「ゴゴモンズ」っていう番組があるんですよ、NAC5 の。でそれが三遊亭鬼丸さんっていう落語家の方がパーソナリティで、やっぱり喋るプロ中のプロだから落語家さんなんて。なので鬼丸さんのやつを録音してで、自分も同じペースで喋ってみるみたいな。自分もやっぱり授業ですけど声がね勝負の元になる。あんまり俺顔出さないから授業とかは。だからそういった研究をしたいっていう意味も込めて、聞くようになったんですよね、一つの理由としては。であとは映像映像がある状態だと、映像と声だったら映像の方が情報量多いじゃないですか。でだからそれがカットされた状態の声だけで入ってくる、自分の中に入ってくるものっていうのが俺の中では、ちょっと言葉の語弊があるかもしれないけどもすごく透き通ったものなんですよ。映像が混ざってない、映像ある方が好きなんだけどね。漫画とかさ、アニメとか漫画じゃアニメかとかだったらやっぱ漫画がある、最近だったら「鬼滅の刃」とかすごかったしさ、めちゃめちゃ感動したけど、声だからこそ何て言うのかな、届いてくる、響いてくるものがあるっていうのが私の持論なんです。そうだからそれが心地よかったんですよね。で中高の時にもちょこちょこ聞いてたんですけど、中高の時はすごく精神的に不安定な時期が長くって、でだからこそ声だけのものの方が私はすごく心地よかった。時間がゆっくり流れるんですよね、俺の中でラジオの時間って。そうでもちろん配信とかパーソナリティの方喋ってる方と、私は一リスナーでしかないんですけど、やっぱり深夜に聞くことが多かったから、深夜にゆったりと同じ時間が流れているっていうのが心地よかったんですよね。だからラジオが好きっっていうのがあります。まあ、理由としては。で、別になんか、うちの生徒とかにもラジオ聞いてって絶対思ってないんですけど、みんな多分、このダラダラジオ聞いてる方はラジオを聞いたことある方もいるかもしれないよね。だけどやっぱり比率としては少ないじゃないですか、ラジオを聞く方って。でもいろんな芸能人の方もやっぱりラジオのチャンネル持ってたりとか、番組ね持ってる方多くって、聞いてみてほしいんですよね。なんかラジオだからこそ、声だけだからこそ、響くもの、届くもの、受け取るものって俺はあるって思ってて、なんかそういう世界、今こうやってね映像がいっぱいあったりとか、今だったら Netflix とかさ、 Amazon プライムとかでいろんな映像が見れる世界、 YouTube もあるからね映像たくさん見れるんだけど、だからこそなんか声だけの時間、空間っていうのも皆さんの選択肢の中になったらいいななんて思ってさ。それでそれだけの理由じゃないんだけど、自分がダラダラジオを始めたのはね、いろんな面見せられたらいいなとか、こう喋るだけのコンテンツだからこそ、こうやってさ、俺がラジオが好きな理由なんて普通に動画で撮れないじゃん、誰も見ないじゃんそんな。だけどこういう緩いことが許されるのがやっぱ俺はラジオの一個のなんかね性質だと思ってて、そういった面がねみんなに伝えられたらなと思って始めたらさ、気づいたらこんな経っちゃってよ、9年、今年ダラダラジオだけで言うと9年目なのかな。ね、それもダラダラジオって再生回数見てもらったら分かりますけど、全然ね他のコンテンツに比べれば見てもらえる数は少ないんですよ。ですけどそれでも毎週5000人ぐらい以上の方がさ聞いてくださってて、でそれで多分何かしらこう刺激を受け取ってくれる方がいる、それってすごい幸せなことだし、だからなんかこれからもね、多分これが405回目ぐらいなのかな、406回目かの放送になるのかなですけど、それでもね続けていきますので、よかったらね今後もお付き合いいただけたらと思います。是非ねラジオ番組いっぱいあるから、皆さんもこの人なんか好きなね芸能人の方とか検索して、やってないかなって意外とやってたりするから探してみてください。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週まったりゆったりと何か喋っていきますので、よかったらねフラッと日曜日の夜に寄ってみてください。では明日からね、また1週間頑張っていきましょう。それじゃあまたお会いしてきたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。